まあ、当然ですよね。とにかく得点をするということの以前にまず失点をしない、ここは大事だと思いますね。そうですね。近本が打席に入ります。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。先頭バッター出ました、タイガース。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁に同点のランナーを置いています。バッターは中野。ここはエンドランを仕掛けるのもありですよね。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功。見事に盗塁を決めた場面です。いや本当足速いですからね。これで追いつく可能性がぐっと高まりましたよね。やはり走力というのは大きな戦力ですね。そうですね。外低め決まってストライク、素晴らしいストレートで追い込みました。右中間へ、この打球は落ちるか、どうだ、掴んでワンアウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。さあそしてバッターボックスには森下入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。あーっと取れない、バッテリーエラーが出ました。ボールを拾ってワンアウトランナー三塁。ここでランナーが進んだの大きいですよね。はい、これで外野フライでも同点ということになりました。このチャンスをものにして畳みかけていきたいですよね。はい、さあこのチャンス、空振り三振、ランナー返すことができませんでした。せめて外野フライ。際どいコースですが外れました、ワンボールです。際どかったですよね。はい、外のストレートわずかに外れてボール、158キロファウルです。手が出ません、三振。あと1本が出ませんでした。ご覧いただきましょう、同点のチャンスだったんですが連続三振に終わりました。なかなかチャンスで出ませんね。2回裏に入ります。追いかけるタイガースの攻撃、打席には5番バッターホージー。タイガース1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。まあそうですね、先頭打者が出塁すれば攻撃のバリエーションが増えますからね。まずはこの先頭バットに当たりません、三振。ワンアウトです。インハイのストレートでした。分かっていても手が出てしまったということでしょうか。インハイにタイミングありませんでしたね。打順は6番佐藤細野、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球空振りです。誘ってきたんでしょうけど見極めましたね。はい、高めストレート外れてボール、セカンド取った、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは7番に入っている坂本。タイガース同点のランナーが出ています。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど、そうですね。ライト方向を流しました、これはどうか、ファーストの左抜けました。タイガースチャンスになります。ワンアウトランナー二塁一塁、打席には8番バッター木浪。連打でチャンスを広げた場面となっています。いい形でつなげましたね。さあタイガース同点のチャンスを迎えています。赤星さん、この木浪対左ピッチャーはどうなんでしょう。そうですね、やはり左ピッチャーは苦手ですよね。左に対しては体が早く開いてしまう傾向がありますね。そうですか。ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで抑えてツーアウト、ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。さあバッターボックスには先発の村上入ります。ここで結果を出したらピッチングの方も乗ってくると思いますね。そうですね。さあ一打同点という場面を迎えています。一二塁間抜けた、セカンドランナー帰れば同点、ライト前ヒット。さあチャンスを広げていきます。つながりましたね、いいと思いますよ。さあこのチャンスでバッターボックスには1番の近本が入っています。さて赤星さん、バッターの近本、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。そうですね、特に左に弱いということはないと思いますね。左右同じくらいの成績。変化球打った、ボテボテのピッチャーゴロ、本塁アウト、これで3アウト。逆転のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。2回終了1対0、1点リードはファイターズです。